もしもし、先生。うん、私。今、授業中だね。みんなは。私は今、屋上にいるよ。ここから飛び降りたら、一瞬で死ねるね。どうかな。こっから飛び降りれば、今の現状も少しは楽になるのかもしれない。だから、本当に飛び降りるわけないじゃん。なんでそんなに怒ってるの？先生に言われて学校に来てみたけれど、全然楽しくなくて、むしろ状況が悪化した気がする。今頃なんでお前は学校に来たんだってクラスメートに言われた。うん、そう。だから嫌になった。それで授業をサボった。で、今に至るんだ。ねえ先生、これでよかったのかな。私はここに存在していいのかな。本当は私はいらない存在だったんじゃないかな。誰も見てくれない。誰も私の話なんか聞いてくれない。学校に来ていた時の私は、みんなに合わせてニコニコ笑って話を聞いて、自分が話そうとしてる時には授業がもう始まろうとしていて、まるで誰も私に興味なんかないみたいに、当たり前のようにみんな席について、苦しい。あの時のことを思い出すと、私苦しいよ先生。私苦しいよ。
私のどこが甘ったれてるの？ねえ、教えて。一人だけ私に寄り添ってくれた子。そうだった。私が学校を休んでても毎日ノートを届けてくれる友達がいた。友達って呼んでいいのかな。そうだね、分かってくれる人が一人でもいてくれたら、人って頑張れるもんなんだね。明日、私、その子の家に行ってみようかな。今その子が不登校になってるんでしょ？だったら、今度は私が救う番。追い返されるかもしれないけど、私、頑張る。先生も、一緒に、来てくれないかな。ありがとう。じゃあ、授業中に、ごめんなさい、電話して。何から何まで、本当に、ありがとう。